皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということでね、本日なんですけども、いやいや返金する人のですね、特徴と心理についてね、お話ししてみたいなというふうに思います。いやいや返金する人なんていうとね、どういうことなのかななんて思ったりするんですけど、皆様もですね、例えばですけど、誰かにねお金を、貸したと。その時にね、借りる人はね、いや本当にもうね、助かったと、もうありがとうね、必ず返すからって言ってね、本当に借りる時にね、一生懸命ね頭下げてお礼言ってね、お金を借りて、でいざね返すっていうね期日が来た時にはね、なんかこうよそよそしいというか、向こうからね、あ、お金今から返しますよなんてね寄ってくるどころかね、むしろこうね、こう距離を空けていくなんてねことで、あれ、あの人返すって言った今日の日をね忘れてるのかなとかね、だけどなんか返してって言いにくいよなとかね、いろいろこう気になさったりやきもきした方いらっしゃるんじゃないでしょうか。それでもね、やっぱりね返してもらわないとね、貸した方も困るよっていう時は意を決してね、返してくださいってね言うとね、その時になんか知りませんけどすごく不機嫌になってね返す人いるんですよ。あれだけね、借りる時にはね平身低頭だったのにね、返す段になると急に態度が大きくなっちゃうっていうね、どういうことなんだなんてね、こうねびっくりしちゃったりすると思うんですけども、そういうようなね人の、ね特徴と心理だと思っていただけるとね、イメージしやすいんじゃないでしょうか。ということでね、お話ししたいと思います。抵抗感や不満ですね。いやいや返金する人は商品やサービスに対して不満や抵抗感を抱いている可能性が高いです。彼らはね返金を受けることによってですね、本来の希望や期待から逸脱することに不快感を感じることがあります。2つ目が経済的負担。返金を行うことで事業者や個人は経済的負担を負う可能性があります。商品やサービスの代金を返すことは財政的にストレスを引き起こすことがあります。もう一つが対立を避けたい。いやいやね返金する人はね、顧客との対立やですねトラブルを避けるためにね返金を受け入れることがあるかもしれません。返金を拒否することがねトラブルを引き起こす可能性があると認識している場合ね、返金を嫌がることがありますということでね。その次が感情的な負担ということで、返金を要求されることは事業者や個人にとって感情的な負担を引き起こすことがあります。怒りやですね失望などのね感情がいやいや返金の背後にあることがあります。そうですね、この、要は返金するっていう行為に対してね、こう、ネガティブな感情が出てきますよということですね。あと法的な要因、法的な契約や規則規制にですね従う必要がある場合ね、いやいや返金する人も返金を行うことがあります。法的な義務を果たすためにいやいやながら返金を受け入れることがありますということですね。信頼関係の維持、一部の事業者は長期的な信頼関係を維持するためにいやいや返金を行うことを選ぶことがあります。顧客満足度や評判を保つために返金を嫌がりつつも受け入れることがありますということで、いやいやね返金する人のね心理的要因にはね、不快感やですね経済的ストレス、そしてトラブルを避けたい、意識ですね、感情的な負担、法的な要因、そしてですね信頼関係の重要性が含まれます。一般的に返金のプロセスは感情的な要素が絡むため、関係構築と問題解決のスキルが必要です。顧客とのコミュニケーションを通じてできるだけ円滑な解決策を見つけることが重要ですということですね。つまりこの返金するってことはね、
一つは、まあ、さっき言ったね、債権債務の関係ですね。これはまあ返すっていう約束なんだから、返すことが普通であってね、むしろね、なんか上乗せしてもいいんじゃないみたいなぐらいなものがあると思いますけど、まあ、他にもね、例えばですけども、その商品を買って、その商品がね、なんか壊れてましたなとかね、ちょっと問題がありましたとかいう場合なんかは当然ですけどもね、返金を求めるっていうこともあったりとかね、まあ、あとね、こうね、カンパはね、募ってね、例えばあのユタボンが日本一周クラファンだなんて言うとね、それ全然やらないじゃないかなんて言ってね、怒って金返せみたいなね、そういう人もねいたりすると思いますけども、まあそういった人にね、あの一部ではあってもお金を返したっていう時にね、まああの返したことに、まあいやいやながらっていうのがね、まあ見え隠れはしてましたけど、まあ明言こそしてませんでしたけどね。ということで、まあどうでしょう、この返金受ける側もね、なんでそこまで言われなきゃいけないんだっていうね気持ちにもなっちゃうと思うしね、正当な理由があるから返金求めただけなのに、なんでここまで言われんのという気持ちにもなるでしょうし、またですね、返金する側からするとね、なんでお金ね、渡したものをね納得してね、向こうが払ったものをねこっちがね返さなきゃいけないんだとね、ただですね、先ほど私申し上げた通り、まあいろいろな理由でね返金した方がいいというね、こう判断があって返金をするわけですけども、まあそれだったら潔くね、返金すればいいと思うんですね、何も言わずにね。だけど悔しくて悔しくて仕方がないなっていう人は、やっぱりね、そのいやいやながらっていうその感情の部分がね表に出てきてしまうのかもしれませんね。ということは感情のコントロールが苦手な人が、まあ返金をする際に、不機嫌なというかですね、非常にこうね、まあ、不快感を隠さないでね、お金を返すということに、ね、なると思います。ただですね、逆に言うと、じゃあその不快なね感情を見せることでそれにひるんでね、あ、やっぱり返金いりませんなんてね言うのも、これもまたおかしな話でね、相手がね、どんな人間であってもね、あの正当な理由で返金を求めるという場合はですね、相手によって態度を変えることなくね、自分が返金してもらいたいっていう気持ちをね素直に伝える、自分の主張をきちんと伝える、まあ、こういったこともね非常に重要になってくると思います。やはりね、返金、してくれって言って相手がねちょっとね凄んできたらね、あ、ちょっともうびっくりしちゃって、もうやっぱりいいですなんて言ったら、まあ言葉悪いんですけど、あの返金しなくていいですよということにね、まあそれを了解したというふうに判断されますんでね、それが納得できないというふうにね、後から後悔しても仕方ないので、やっぱりね、自分の思っていることはきちんと伝えましょうということもね言えると思います。まあ、本日はね、いやいや返金する人のね特徴と心理についてねお話をさせてもらいました。本日も動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。